公設の地方卸売市場通称、成田市場。県の北総地域における、成果市場の一本化の要請を受けて、1974年6月4日、成田市公設地方卸売市場が、飯中に開設された。その頃の時代背景として、成田空港の開港や成田ニュータウンへの入居開始などに伴う生鮮食料品の需要が、 急増すると予想されたためであった。翌年の1975年6月1日には、水産物市場も開設。また同時に成田総合流通センターによる、成田市総合流通センターが開場した。この結果、成田市公設地方卸売市場と成田市総合流通センターが併設する形となり、市場内の取扱い部門が拡大して4部門となる。 なお、成田市総合流通センターは、成田市、千葉県、民間流通デベロッパーの官民の共同で建設された。成果水産は、公営で、総合食料品、日用品は、民営で運営されている。2002年11月に、成果部門の卸売業者が、経営破綻により撤退したため、卸売業者不在となったが、 2003年10月に新たな卸売業者が進出。2012年に卸売業者が成田ベジフル株式会社に交代し、2017年には株式会社成田市場へと事業上とする形で再度卸売業者が交代した。2018年11月に米卸売大手の新メホールディングスが株式会社成田市場成果を買収し、 グループ参加に収めた。従来は業者のみの利用が主であったが、平成20年より一般客への開放を進めている。また、平成25年に成田市公設地方卸売市場運営審議会からの答申を受け、施設の再整備の検討を行っている。平成26年、成田市は東京圏の一部として、 国家戦略特別区域に含まれることが決定したことから市場内で検疫、通関などの輸出手続きをワンストップ化し迅速化を図るなど国際物流拠点としての機能強化の実証試験も行われている。平成28年、成田市は成田空港に隣接する千葉県下植木センター跡地を候補地とし農水産物の輸出拠点として 平成31年を目途に移転整備する旨を発表した。ありがとうございます。